アモウ・ナルミは日本のグラビアアイドル、お菓子系アイドル、神奈川県出身。アモウ・ナルミファンはアマハーと呼ばれている。高校卒業後、芸能事務所一ュに所属。イメージビデオ制作会社のスマッシュ部を紹介され、2019年8月、同社制作のアモウ・ナルミ・キミ、10代、恋の予感でデビュー。以降ヒット作を続け、S 級美少女の異名を持つ。 この時点では、見晴れの可能性を考え取材等は NG にしており、イベントも全く開催しなかった。2020年5月にツイッターを開始するも7月中旬に休止。後日、2020年7月に事務所を退所したことを発表。家族にアモをしていることを話し、ツイッター再開。以降、フリーランスとして活動する。2021年2月号より、 クリームモデルとしても活動。同年より、イベント出演も解禁している。2021年4月14日付ファンザ、通販アダルト DVD 日間ランキングでは、AV 作品を押しのけ、アマハ沖縄前編が4位を記録した。同年5月より、スパイスビジュアルにて、自身のオリジナルレーベル、エンジェルフェザーを指導。趣味、漫画を読むこと。特に、料理。 ありがとうございます。